溶岩焼肉です。それでは行ってみましょうか。いただきます。まずいわけがないよね。それではエビのね、串焼きでカリカリになったところ、もうこれ手でいいですね。いってみましょう。これは素晴らしい。殻を剥く必要がない。カリカリのね、皮がもう芸術的なうまさ。串焼きエビめっちゃうま。どれだけの家でエビを串やいろりで串焼きにして食べれますか。特別なキャンプとかバーベキューでしかそれは難しいですよね。うん、いいですか、この音ですよ。何もつけなくてもめちゃくちゃ味がある。いろりがあるあなた、エビを買ったら串焼きです。間違いない。しいたけにの傘にチーズをちょっと溶かしてですね、醤油をかけたものです。この取り合わせ意外となかったですよね。初めてですよ。いただきましょう。これはね、とんでもない。これもね、発明のレベルですね、これ。うまいなぁ。しいたけに醤油はあっても、しいたけの傘でチーズを抱きしめる、育てる、そういうのは全くなかったですね。発明レベルです。めっちゃうま。本物の火を身近に肌に感じてるかって、それはなかなかないですよね。焚き火のその遠赤を体の芯までこう伝えながらですね、生活、食事、料理できてるかというと意外とないんですよね。今回もオレンジもちょっと焚き火の中に入れて、これがまた焼きオレンジどうなるのかやってみましょう。それでは焼きオレンジをいただいてみましょう。熱っ。オレンジに熱っとかね、ないっすよね。あ、ちょ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 。ほほー。やば。人生初焼きオレンジいってみます。うまっ。なんだろう、もちろん外側の皮がね、厚いタイプのみかんなんですけど、まあそれを外側を焦がしたせいかわかんないですけど、中もちょっとだけね、
スモーキーなんですよ。それで甘さが逆にね、酸味がなくなってマイルドになってる。焼きリンゴ。しかし土器で焼いたリンゴです。もうね、触っただけでちょっとね、外側がトロッとしてるんですよ。行ってみましょう。リンゴを焼くっていうのは、まあスイーツの中で結構あるじゃないですか、タルトタタンとか。うん、そんな感じですね。甘みがより濃厚になってる。深みを増してる。これは美味しいな。しかも、この焼き加減がですね、外がトロッとしてて、中がまだシャクッとしてるんですよ。生と焼きの中間。これね、新しい。両方楽しめる。企画いかがでしたでしょうか。皆さんね、自分の常識認識の枠を殻を破って新しい新境地にチャレンジしていただきたいと思います。それでは。